片岡愛之助でございます。皆様本当にお暑い中ありがとうございます。私今父の方からご挨拶ありましたけど、父は今回初めてということで、私実は何を隠しましょう、その29年前第1回から、出させていただきおりまして、今年で6回目となりまして、ありがとうございます。もうお礼をした時には、お帰りなさいと言ってくださって本当に嬉しいございます。4月は本当に歌舞伎座、会場ということでございますが、私たちこのコンピラで、歌舞伎座に負けない熱い舞台を繰り広げたいと思いますので、どうぞ千秋楽までよろしくお願いいたします。